今年も暑くなってきましたね。夏の風物詩といえば、セミを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。ところで、セミみたいなバイクといえば、ブカティ、ムルティストラーダですよね。どうも皆さんこんにちは、ゆっくりです。本日はこちらの、セミを動くようにします。我が家のセミは、紆余曲折あって、こんな状態になってしまい、ついでに、イモビロックで動かなくなったので、面倒くさくなって、数年放置していました。今回は、キャブのエンジンを乗せていきたいと思います。エンジンを下ろしていきます。ネジ3点で止まっているので外します。下ろしていきます。本来は専用のジャッキを使うべきなのですが、その辺に転がっていたタイヤで代用しています。ウプ主派動物タワーバトルで鍛えているため、問題ありませんが、絶対に真似しないでください。車体を吊るしたついでに、フロントフォークも抜き取ります。エンジンを下ろしたついでに、フレームも塗っていきましょう。無事、エンジンが降りました。セミの抜け殻です。タオルや電池類を固定するための、規定を切り落としていきます。切り落としていい規定なのかはわかりませんが、トラスフレームは、パイプ以外の要素が目につかない方が、かっこいいので仕方ありません。ガンガン切り落としていきます。削っていきます。この後縦を盛るので、面よりも少し下の位置まで削ります。あと、危ないので、グラインダーには保護カバーをつけましょう。色を塗っていきます。プライマー、サペーサー、塗料の順番で塗っていきます。スプレーを塗るコツですが、とにかく実績を積んでいくしかありません。私はジェットセットラジオで鍛えました。個人的には、フューチャーが遊びやすくて一番好きです。箱のソフトですが、箱丸でも起動できるので、気軽にプレイできると思います。今度新作が出るので、みんな、買おうね。サペーサーを塗っていきます。尺が余ったので、このバイクを購入した経緯を説明します。初バイクを探していたウプ主、まずはミーハンということで、バンテット250が欲しくなりました。しかし、バンテット250が高すぎて買えなかったので、仕方なくこちらを購入しました。つまるところ、私にとってブカティとは、ジェネリックバンテット250なのです。ほんとそうをしていきます。色ですが、白をチョイスしました。早速塗っていきましょう。正直、ガンデの塗装は、ジェットセットラジオで教わっていないので、あまり得意ではないです。優しい目で見てください。カウル類も塗っていきます。現在、タンクがブカティ999。シートがシーレーサー。シーレーサーとは、ギリシャの改造屋さんらしいです。この規制的なデザインから察するに、財政破綻した現在のギリシャからではなく、古代ギリシャから発想されているのではないかと推察しています。ロケットカウルですが、ブカティモラレプリカ用となっています。ロケットカウル用ライトも後々追加します。今回用意したエンジンがこちらです。キャブ世代のM900用となります。せっかくなので、エンジンを塗装していきましょう。まず足付けを実施します。色ですが、今回のバイクのコンセプトが、アーマード、コア4アンサーに登場する、ホワイトグリントなので、全身白にしていきたいと思います。わかりやすく説明すると、シャア専用オーリスに憧れる中年のバイク版です。色を塗っていきます。塗料ですが、エスコの耐熱塗料を使用します。エンジンを白に塗装すると、速攻でボロボロになりそうですが、コンセプトとなるホワイトグリントも、塗装がところどころ剥げてボロいので、問題ないと思います。子供おじさん特有の都合のいい思考。うるせえ。だいぶ白くなってきました。近くで見ると、めちゃくちゃ塗料が垂れています。素人作業なので、気にしないで。見えないから。塗装警察の方はご帰宅願います。色も一式塗ったので、とりあえず組み立ててみました。それではご覧ください。どうぞ。ハングオンの筐体か何か。
私はこんな風になってしまいましたが、きっと第2、第3のハングオンファンが、なんとかしてくれるはずです。ホイールを組むのを忘れていました。まず、スイングアームを取り付けていきます。ブカジのエンジンは、基本的にエンジンを固定するボルトの位置はどれも同じなので、簡単な加工でつくそうです。ところで、ブカジといえば、イタリアのナリキンバイク、私もブカジを買えば、富裕層たちが主催するランコーバージーに、招待されるのではないかとワクワクしていましたが、全くそんなことはなく、正直、悔しくてたまらないです。フロントフォークを取り付けていきます。他車種有用も考えているのですが、一旦組んでみてから考えます。持ち上げて、乗せる。以上です。だいぶバイクらしい見た目になりました。エンジンを乗せていきます。動画を撮るのを忘れていましたが、横に寝かせて乗せました。エンジンを乗せて気分がいいので、ディーラーでタンクパッドを注文しました。気に入らなかったので貼り替えます。接着剤を塗り塗り、こうも暗いと、いやらしいことをしている気分になり、革を貼っていきます。古着屋で革のバッグを買ってきました。常に体と密着する部分ですので、若い女性が所持してそうなカバンをチョイスし、ネットで生地を買うのと値段は変わりませんが、実際に見てシートと違和感のない色にしたかったのです。決してやましい気持ちはなく、できました。あとは、ホッチキスで止めたら完成です。タッカーだったかもしれませんがきっとホッチキスです。結構良いのではないでしょうか。外装は一通りできました。こちらが組み立てた姿です。では、どうぞ。いかがですか？とりあえずバイクらしい形になりました。フロントの車高がやはり高いので、他車種のフォークを今度有用したいと思います。あと、普通にフロントフェンダーを塗るの忘れていましたが、微妙に似合っていていい感じです。エンジンを白に塗装するのは、割と賭けでしたが、想像以上に似合っていていい感じです。ありがとうホワイトグリーンと、今後は動くように調整を重ねていきます。ご視聴ありがとうございました。再び動き出したブカジ製作プロジェクト。しかし、製作はまだ序盤に過ぎなかった。配線製作、キャブ化、電化制御、課題が山積みである。面倒くさすぎてうつ病で倒れるうつ主、お願い。死なないでうつ主、あんたが今ここで倒れたら、セミのために購入した他車種純正部品はどうなっちゃうの？次回、上納期。さーて、この次もサービスちゃう。本日は、あやは放送局にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、ブカジ製作機はうつ主の都合により、製作がストップします。またのごアクセス、お待ちしております。